YouTube 登録者祝2000人突破、嬉しいね。ついに2000人ということでね、登録してくれている皆様本当にありがとうございます。解説してじゃあ、ここにいた。ここにあった。ずっと俺下におると思って。勘違いしてた。すいません。卵。解説してね。1年半じゃ、2年半ぐらいか。2年半、なかなか時間がかかったし。2000人ってね、他の、ね、YouTube やってる人、猫とかでもね、平気で数万人、数十万人いる人、俺から2000人っていうのは、まあ、全然、そんな決して多くはないけども、やっぱ嬉しいというか、ね、ありがたいことですわ。まあ、ちょっとずつね、確実に増えていっているっていうことなんで、ありがたいね。まあ、1年、2年半か。2年半でね。始めた時には、もちろん、もずくも、昆布も、いませんでした。卵、しいたけ、そして、逆にね、おにぎりはいました。ね、見て、ちょっと、5匹家族スタート、4匹家族でスタートしたんか、初め。4匹家族ね、自分も、僕も入れて4匹家族って言ってたんですけど、増えたり減ったりして、今、5匹家族と。ね、僕も入れて5匹家族になった状態で、ちょっといろいろね、変わったり、トイレの数も3つになりました。多分あの子の1つやったんかな。さまざまなね、ご飯も3つになりました。こっちにも水はこれになりました。とさまざまな変化を遂げておりますが、これだけやれたのもやっぱり見てくれてる人、コメントくれる人、いいねくれる人のおかげだということです。本当緩やかに伸びてますんでね、なんか伸びてたらやっぱ頑張ろうとなりますし。で、まあ、YouTube の仕様も若干変わって、もともとは登録者1000人超えたら収益化で、再生時間とかね、何時間以上ってなったんですけども、1000人やったんで無事超えたっつってね言ったんですけども、今なんかそれがちょっとあまりにも難しいってことで、500人超えたら収益化、再生時間もちょっと短くなったかな、条件がね、気持ち楽にはなったけど、まあそれでも結構大変ですよ今の時代 YouTube。 それで気になる収益化、具体的にはあんま言ったらあかんねんな、言ったらダメっていうなんかルールがあるらしいんですけど、よくわかんないけど、ひと月、ほぼ僕2日に一遍このね、5、6分の動画を上げて、2日に一遍はショートを上げると、交互に上げてるっていうスタイルで今やってるんですけどもね、月で言うと、どれぐらいやろね、高校生が2時間バイトしたらもう負けます。僕は月ね、こうやって編集ね、5分の動画編集するんでもね、実はね、やったことある人はね、分かると思うんですけど、まあ、大変ってことじゃないけど、まあね、カットして、テロップちょっとつけて、音つけてとか、ちょっとやるだけでもね、まあ5分ぐらいでもね、まあ、小1時間は平気でかかっちゃう。
ていうことですよ。それをね、月半分15日、そしてショート動画も15本上げて、高校生がバイト2時間したらもう今の最低賃金で2時間したらもう声越されますわ。でさらに YouTube ってね、なんだ、都度入らないんですよ。2000円ぐらいじゃ振り込まれないんですよ。いくらやったかな、多分8000円超えないと振り込まれないんですよ。でしかもさっき言ったね、高校生2時間分って言ったのも、昆布がうちに来てから、まあ、ちょっとだけやっぱね、ちびっこ猫がいるっていうことで再生数も上がって、それぐらいでやっと高校生の2時間分だから、まあ、計算するとだいたい 4,5 ヶ月に1回やっと今入るかもと。8000円でもね、なかなか大変ですよ YouTube。 ただね、やっぱこういった思い出ですよね。過去にいっぱいやっぱおにぎりのことも載せてたから、今ねふとたまにやっぱ思い出していろいろ見ちゃうからね。あー、おにぎりこんな感じやったなとかね、部屋のあれも若干変わってるからこんな感じやったなと、ここは変わったなというのを懐かしいのっていうのもあるんで、これからも続けたいです。まあやっぱり登録者も増え、お金ももらえね、こいつらのご飯代を稼ぎたいなと。もうちょいね、毎月振り込まれるぐらいになったらね、結構余裕でご飯代やらシート代やらは稼げるんじゃない？そこまでちょっと行きたいね。今年1万人行きたいね。なかなか遠いね。今年に1000人ぐらいやから10年ぐらいかかるぞこれは。いや今年行きたいね、頑張って。まあ、とはいえというか、なんか無茶してもしゃあないんでね、無茶してなんかバズらせようっていうのもちょっと違うと思うので、まあ相変わらずこうやってほのぼの楽しい動画をアップしていきますんで、たまちゃんたまちゃんたまちゃん、よかったらコメント、そしていいねボタン、登録してない人はチャンネル登録していただけたら嬉しいです。ひとまずちょっとした区切りということで2000人突破ありがとうございます。すっすっす卵、はい、ではよいしょ、はい、さよなら。